はいどうも、藤本動画、藤本ジョージです。本日はまた藤本動画のアップをしていきたいと思います。今日はね、ちょっと訳ありな、動画の収録になっています。どういったことがね、訳ありかと言いますと、こちらね、以前紹介しましたこちらの、バグザイトプロ、これをね、購入したところの、通販サイトとね、ちょっとトラブってまして、それでね、ちょっとこの動画が必要になったんで、今撮ってる感じです。どういった内容かと言いますと、このね、バグズ8の、なんていうんですか、FPV セットっていうのを購入したんですよ。で、FPV セットっていうのはどういうものかと言いますと、この本体と、この本体が、ここの部分にね、これカメラ積んでるやつなんですけども、バグズ6なんかもそうなんですけども、カメラをついてるモデルとついてないモデルっていうのがありまして、で、これはね、ついてるモデルで、今回、購入したのがカメラがついてるモデルで、で、それ自体はね、問題なかったんです。ちゃんとカメラについてるモデルを購入できたんですけども、FPV モニターっていう、要は、こんな感じのね、こんな感じのゴーグルがついてまして、で、それとその中にガチャッとこうはめるカセット式のね、モニターっていうののセットを購入したんですけれども、本体は届いてるんですけれども、そのモニターとね、ゴーグルがついてなかった。ついてきてなかった。これね、もう一回ちょっと一回写真撮るのに箱に戻したんですけども、こういった形でプロポが入っていて、で、こんな感じに本体はね、きちっと入ってて、で、先ほど言ったように、このね、カメラとかもついてる、バッテリーとかもちゃんとついてるんですけども、その、モニターと、これね、四角いモニターと、あとこういうゴーグルがね、グラス、メガネの方がついてなかったということで、それをね、ついていませんでしたよっていうのを、ご紹介するための、ご紹介するためのっていうかね、それを、その通販サイトの方にね、報告したら、YouTube でね、どういったものが揃ってて、どういったものが揃ってないのかっていうのを動画を上げてくれっていうふうに言われたんで、そういった状況でね、今動画撮ってます。はい。ね。まずね、この箱自体に、この箱の大きさの状態で黒いね、ビニール袋で、梱包されてて、それに国際便のね、送り状が貼ってあって、で、それでポンと届いた感じなんですけども、届いたのがね、1月の7日ぐらいに届いてて、で、もともとその、到着予定日っていうのが20日に到着っていうことだったんで、ちょっとね、パッケージが分かれちゃってるのかなと思ったんですよね。本体はこの本体の大きさなんでね、この箱の中にそのゴーグルとか入ることはまずないんで、また別な箱で来るのかなと思って、しばらくちょっと様子を見をしていたんですけれども、実際問題はね、なかなか届く気配がなかったんで、問い合わせをしてみたところ、もう配達済みみたいな感じにね、言われてたんで、おいおい、ちょっと待てよ、届いてないよってね、いうことで、ちょっとそのカスタマーの方に、連絡をしてみた感じです。そのね、通販サイトっていうのが、まずこちらになるんですけども、バンググッドドットコムっていうのかな、こういった感じの、ちょっとね、アマゾンの、とかね、楽天とかね、そういったような感じのね、ちょっとホビーに特化したような感じの、通販サイトね、いろいろ、いろいろ売ってはいるんですけどもね、こういった形のところの、このホームページ、この通販サイトの方でね、バグザイトの方を購入したんですけども、これがね、なかなかちょっとクセモノで、いくつかね、こう注文してて、で、ここね、注文。はい、こういったものとかね、無事届いてるものも届いてるんですけども、これですね、問題のこの、このね、これが、金額的に言うとね、このカメラ FPV モニター付きっていうやつをね、こっちか、これをね、購入してるんですけども、カメラ FPV モニター付きプラスメガネって、このモデルを購入してるんですけども、この FPV モニタープラスメガネっていう部分がね、届いてなかったんですよね。はい。
それがね、ちょっとなかなかこうで、まあ届いてないよっていうことを何度もね、連絡の方をしてて、もうすでにね、あのやり取り自体がね、もう5、6回ぐらいやり取りしてるんですけども、まあ以前なんかあの、送られてきた時のね、送り状っていうのが、その、まあ、黒いビニール袋にね、直接あの、送り状が、こう、シールで貼られてる状態で、べったりと貼られてた状態で送ってこられたんですけども、その、梱包袋をね、ちょっとま、あの、まさかね、こういったことで届かないっていうことがあるとは思ってなかったんで、捨ててしまったんですよね。で、それのせいで、まあ、ちょっと今、その、なんか、返品ポリシーとかなんとかっていうのがありまして、で、それが、なんかちょっとネックで今先に進んでない状態なんですけども、まあちょっとね、あの困ってしまってる感じですけどもね。はいはい、こちらがね、まあ出荷状況ねの確認するページ、こういった、ね、追跡とかもね、ちゃんとまあこういった感じにできてはいるんですけどね、トラッキング番号とかね、こういったものとかもしっかりやってる、こうね、通販サイトなんですけども、なぜかね、その、送り状的なね、実際送ってこられた時に、その梱包の上にね貼られてた送り状がないと、なんかこの出荷状況を追うことができませんみたいなね、ちょっと何言ってんだかちょっとよくわかんないような内容の、メールとかをね、ちょっと送ってこられたりしていて、まあ、なかなかね、こう、どうしたもんかな、もう捨てちゃったよ、そんなもんっていうね、そんな状況になっています。はい。まあね、その、ちょっとね、やりとりの今現状のね、今現段階の、そのやりとりのね、ちょっとやつで、まあ、返事が返ってきたんですけども、こういった感じでね、英文で、返事が返ってきています。まずね、僕の方がね、まあその問い合わせセンターみたいなところでね、送ったのが、まあ、こういった文章ね、下の方にここにありますけれども、この文章で、まあ、注文で足りなかったモニターメガの件でお返事ねいただきましたが、もともと返品のつもりではなく、足りてない商品をね送ってほしいという、要望だったので、このね SKU 番号付きのバーコードラベルがのっていうのは、これがねくせ者なんですよね。これがないから、その残りのやつを送らないっていうね風にこうなんか言ってるんで、まあこんなもんはね、こうまあ、ね、そんなの捨ててしまうだろう、普通そんなゴミ袋に貼られてるようなね、もう黒いゴミ袋ですからね、くるんでも送ってきたものが、そんなもんね、もう特に捨てちゃってるよっていうところで、まあとりあえず僕の方ではね、この、ホームページでね、配達状況を確認した時にと予定到着が1月20日前後であり、実際にメインのドローンのパッケージが届いたのが1月5日だったんですね。だったので別のパッケージが届くのかと思ってたので、こうね、郵送の際の梱包の黒いビニールに貼られた SKU 番号付きのバーコードラベルと、黒いビニール袋を共に捨ててしまってますってね。で、証拠のビデオに関しては、まあ、このバグゼイトをね、開封動画を1月7日にね、YouTube のチャンネルで、ね、上げてるんで、その時にモニターとメガネが入ってなかったっていうのね、ので、このね、本体しか紹介できてない動画っていうのを上げてますよっていうのをね、こう、伝えてあります。で、あと、まあ、ちょっとね、一応辛口なこともね、今回のような事例で、Amazon や楽天ならこんな SKU 番号付きのバーコードラベルなんてね、こんなこと言われたことないんでね、Amazon とかで。なので、注文番号や出荷状況の確認で対応してもらえるように、この、バンググッド .com でもね、Amazon や楽天と同じような対応を求めますという、こういったね、内容でメールを送ったものに対する答えがこちらの英文になるんですけども、まあ、これをね、ちょっと Google 翻訳かなんかで、翻訳したものが次になります。はい、先ほどのね、メールを、Google のね、翻訳の方で、翻訳したのがね、まあ、こちらなんですけども、まあ、日本語でね、翻訳すると、ご注文についてのご意見ありがとうございます。ご不便をおかけして申し訳ありません。で、それであなたが受け取ったアイテムの問題について申し訳ありませんが、
バングルートのこの保護ポリシーというのもね、これがねちょっとめんどくさいんですよね。はい、こう詳細ビデオ、この問題の詳細を示すためにビデオと写真を送ってくださいってね、このビデオを送ってくださいっていうもののために今、YouTube のビデオをねこうアップロードをしてね、アップロードしたものにリンク貼ってこうメールで送るっていうことのために今ちょっとねあの、この今こう収録の方をやってる感じです、ね、であとはまあこれなんですよね、この、ね梱包をされたね商品応募に貼ってに貼ったあのなんだ配送ラベルと、SKU バーコードを表示する必要があります。これにより商品の情報を早く把握することができますっていうのはこう、まあ、そんなのはねこっちに知ったことじゃないんですよね。あのとりあえず調べろよってね、ね、まあ注文番号とあとね、まあ、配送なんか自分たちでこう配送業者決めて送るようにしてるわけだし、もともとここの、 あの配送業者が悪いっていうわけじゃなく、もうもともと商品足りない状態で梱包されてるんで、そのね、お前たちのミスだろうっていうね、ところがあるんでね、それをね、こう、なんかこの商品ラベルとっていう、この SKU バーコードとかね、こんなことを、後々こうね、こう言われても、別に、あの、問題なければね、返品なんかするつもりが初めからあったわけじゃないし、ただただ届いてないっていうものだったと思うんで、うん、ちょっとね、これがね、めんどくさいんですよね、本当に、このヒーラーさんね。はい。なので、まぁ、ちょっと、今、めんどくさいことになってる感じです。はい。ね、まあ、また今回もね、あの、もう何回も何回もね、こんな同じようなやり取りをやってるんですけども、まあ、ここのね、banggood.com さんのね、まあ、ヘルプセンターですよね、こういったような画面がありまして、今回ね、またね、まあ、このと、こちらの方にね、まあ、こう、メッセージを書きまして、で、また今度写真をね、添付して、で今、収録してる、YouTube の方をね、アップロード終わったらここのねビデオっていうところに、URL を貼り付けて、提出するっていう形になると思いますね。もうこれもねもう本当に何回もやってるんでね、いい加減ね、もうこのね SKU バーコードっていうのは捨ててしまったからないんだから、あのそっちの方で探してくれっていうふうにね何回も伝えてるんですけどね、全く同じようなね、こう、ね、こう、バカの一つ覚えみたいな返事しか返ってこないんで、まあ、ちょっと若干うんざりしてるんですけど、まあ、かといってね、このまま泣き出入りするのは嫌なんで、まあ、基本的にね、あの、向こうの梱包ミスさえなければ、いちいちこんな手間をね、かけられることもないんでね、まあ、保護ポリシーだかなんだか知りませんけれども、まあ、本当にちゃんと対応してくれないかなっていう感じですよね、まあ、ね、あの、まあ、金額とかもね、アマゾンとか楽天とかで購入できないものを売ってたりとか、金額も安かったりするんでね、今後もね、まあ、一応利用したいなとは思ってはいるんですけれども、ただまあ、ね、これでちゃんと対応してくれないんだったら、もうここのサイトは二度と使わないかなっていう感じです。はい。まあそんな感じで、まあとりあえずね、まあそういうことなので、まあ先ほどね、お見せした通り、まあ現状これが、黒いビニールに、包まれていて、そこに、この、配送ラベルと SKU バーコードかな、それがペタッと貼られてる状態で、まあどう考えたってね、この大きさに、この状態の大きさに、プラスね、プラスアルファ、まあ大体多分、まあ FPV のゴーグルなんかってさ、こんな、ね、これは VR の、ゴーグルなんですけど、これよりもっと、もうちょっと大きいんですよ。ね、厚みもあったりとか、この部分とかね。まあそういうのが、こう入ってるんであったら、もっとでかい箱になるんで、ね。この梱包だけの状態の、で届いてるわけですから、まあ明らかに入ってるはずがないんですよ、こういったものはね。うん、なので、まあとりあえずね、で、しかも値段もね、だいぶ、まあ、この本体からね、まあ安いとはいえ、プラスね、5、6千円は余分に払ってるわけなんで、まあ、さっさとね、送っていただかないと、せっかくこういったカメラ付きのね、ドローンを購入してるのに、
なかなか飛ばしに行けないですよね。FPV のフライトを楽しみたいなと思ってこういったものを購入してるのに、ね、こうね、全然まだ飛ばしに行けてないんですよ。まあちょっとね、インフルエンザとかになっててね、飛ばせるような、体調的には飛ばせるような状態ではなかったんですけども、まあはい、まあ、証拠としてね、入ってませんよっていうね。もう本当にだってこの状態にモニターも FPV のモニター、ね、メガネも入ってなくて、で、ね、この箱に戻すと、よいしょ、ね、こう戻すと、まあ、これ以上に入るものがないですよね。この箱の中にそのグラスとか入らないです。はい。うん。そう、モニターね。ちなみにちょっとここにモニターって書いてますけれども、これが入ってない。ね。あとは、グラスが入ってないっていうね。うん。はい。ということで、ね。ぜひとも早くこの問題を解決して、Buds 8 Pro をね、飛ばしてるところをね、YouTube の動画の方に上げたいなと思ってますんで、またね、ちょっと経過報告ね、実際問題、まあ、なんとなくね、感じだと、まあ、このままその、なんだ、保証ポリシー、バンググッドの保証ポリシーっていうね、ものを盾に、そのバーコードを貼ってなかった、貼ってたものをこう捨ててしまったっていうところで、まあそこの部分をガンとして譲んないんじゃないかなと思って、あまりは期待してないんですけども、まあそういった場合ね、もう二度とここで買うかよっていうふうにね、思っちゃいますよね、ほんと。やっぱりね、所詮中国だなっていうね、うん、所詮やっぱりね、まあ海外通販なんてこんなもんだよねっていうふうに思いたくないんで、ね、ぜひともね、ちゃんとした対応を取ってもらいたいと思うんですけども、まあ、だいぶ時間経って、何回もやり取りをしてるんでね、先ほどお見せしたようなね、メールに、あそこに至る前に同じような内容をね、3、4回、5回ぐらいかな、もう繰り返してて、もう一回うんざりしてるんでね、まあ、ちょっと、早く片付けたいなと思います。あとはね、まあ、同じ通販サイトの方にね、買ったもんなんですけども、おっと。こういうのもちゃんと蓋とか閉められてないんだよね。うん、まあこういったね、こういったちょっと通信系のね、これ何かっていうと、スマホをね、iPhone で使えるものなんですけれども、FPV のね、5.8 チャンネルの、映像を、スマホに受信するためのね、こういったようなやつを、まあ、同じサイトで購入してるんですけどもね、こういったものを購入してたりするんで、まあ、ちょっととりあえず一段落ついたこういったね、ものも、ちょっとまた藤本動画の方でご紹介したいかなと思います。はい。ということでね、まあ、ちょっとまあ、なかなか、揉めてる状態のね、ものをご紹介するのも心苦しいんですけども、まあ、こういった、感じの動画を上げさせていただきました。藤本動画の方ね、チャンネル登録とはね、まだされてない方は、ぜひともチャンネル登録をね、していただけますと、まあ、こういった、ちょっとごだごだ以外のね、動画もいっぱい上がってますんで、ぜひともね、よろしくお願いします。またね、こういったね、同じような状況になってる人とかもね、いらっしゃるかと思いますんで、まあ、少しでも参考になればね、いいかなと思ってますんで、ね、また、藤本動画、ぜひともご覧いただければと思います。ということで、本日の藤本動画はここまで。ではまた。